こんにちは、翔太です。今回なんですけど、ちょっと遅くなってしまったんですけど、こちらですね、ブラウザ版の、放置少女となります。でですね、最悪状態新しく追加されていて、おそらく月末のキャラクターかなっていう風な、話をしていたと思うんですけど、常闇状態ですね。こちらがアプリ版とブラウザ版で少し説明文が違うというところで、確認していこうかなと思います。まず状態状態性が 50% 減少、ここは一緒なんですけど、ここからがですね、もうほとんどっていうか、一部違います。毎ターン行動前、扶養者が 100% の確率で2ターンの間、非扶養者を毒罪悪状態または、現金罪悪状態にさせるというふうなところになっていて、こちら、2ターンの間というところが違うところで、アプリ版は1ターンって書いてあったんですけど、ブラウザ版は2ターンというところで、毒罪悪ですね。特にこっちは1ターンとかよりも、少なくとも複数ターンある方が生後状態を付与しにくくなるので、おすすめ、2ターンの方が強いのかなというふうに思います。現金に関してはどっちでもいいかなって思うところはあるんですけど、ですね、ステータスが 20% 減少するっていうところが多分ですね、抜けていて、ステータス 20% 減少して、物理改心と法術改心ダメージは 200% 減少が本当かなっていうふうには思います。個人的にはですね、物理改心と法術改心ダメージ 20% 減らしたところで、別にダメージが 20% 減るわけじゃなくて、例えば 300% 物理改心あるうちの 20% 減ると、280% になるだけなので、そこの部分があんまり変化ないというところで、正直、そこは間違ってるんじゃないかなというふうに思います。ここからも変わっていてですね、毎ターン行動後、扶養者が 100% の確率で、2ターンの間、非扶養者を、破壊罪悪と、束縛罪悪にするっていうところで、ここが破壊罪悪に変わっています。破壊罪悪に変わることによってですね、敵のですね、耐久面かなり落とすことができるので、個人的には破壊罪悪ありだと思いますし、束縛罪悪にすることができれば、余ダメージ 35% 減少、受けるダメージ 25%、増加で、回心率の 25% 減少というふうな効果も、発動しますので、ここがちょっとまたはになっているところが少し気にはなりますね、どちらに関しても。毒か現金かでいうと、私は毒の方が嬉しいかなと思いますし、破壊か束縛かって言われると破壊の方が嬉しいかなと思いますので、ちょっと個人的にはですね、その部分、少し使いにくい部分はあるのかなというふうには思いますけど、でも毎ターン行動前だからな。ちょっとこの毒か現金っていうのは完全にまたはになっているんで、ちょっとかなりランダム性のある、スキルというか最悪状態だなという感じるところはありますけど、個人的にはですね、最悪状態っていうだけでかなりですね、ポテンシャルはあるかなと思うので、やっぱりちょっと風魂が強すぎたっていうところはあるんですけど、風魂以降に出てきた、最悪状態は少し、ある程度調整はされているなというふうには感じますが、常闇状態ですね、をばらまけるようなキャラクターが来るんじゃないかなと思いますので、常闇状態自体は、敵の状態性とかを無視して、つけることができて、で常闇になると状態性 50% 減らすことができるっていうところがあるんで、非常にですね、状態性をなんか違うところから対策してきたみたいな感じのキャラクターになるかなと思いますので、このキャラだけでも4種類の罪悪状態付与できますし、でこの常闇から4種類の常闇状態付与できそうですし、他にですね、最近だと朝礼とかも来ていたと思いますけど、罪悪状態をですね、使うようなキャラクターと組み合わせてあげることで、かなりですね、罪悪付与っていうのはしやすくなるようなキャラクターが来るんじゃないかなと思いますんで、私基本的には生後状態は自分で、ある程度調整ができるんでおすすめなんですけど、罪悪状態は、相手に解除されてしまうだったり、やっぱり言っても復活とかで、消えてしまうっていうところはあったりとかするんで、
あんまり座薬状態、ゴリゴリのキャラクターっていうのはあんまりおすすめはしていないんですが、まあ、このキャラクターが来ることによって、座薬状態ですね、かなり持ち返す可能性もあるかなと思いますので、まあ、ちょっと楽しみに待っていようかなというふうに個人的には思います。まあ、ちょっと戦役寄りなキャラクターではないことは間違いないかなと思いますので、まあ、箱ふか束縛これ2択っていうところで、多分ここが箱確定とかだったら、まあ、もしかしたら戦役とかでも使えたかもしれないですけど、まあ、基本的にはまあ、多分スルーする方が多いキャラクターにはなるんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっとブラウザ版ですね、多分どっちかというとブラウザ版の方が書いてあることは合ってるかなと思いますので、まあ、このブラウザ版ベースで考えてもらえばいいんじゃないかなというふうに思いました。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも法律少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。